じゃあ、目黒区にある自律神経専門治療院、原町接骨院院長久松です。今回も皆様の健康に関する、有益な情報をお届けできればいいかなと思います。今日のお話はですね、布団やマットレスの選び方なんですね。今、低反発のやつとかね、いろいろあって、結構柔らかいね、マットレスやお布団、まあ布団よりマットレスですね、で回ってます。気をつけていただきたいのが、柔らかすぎるのを選んではいけないということですね。なぜ柔らかすぎるのを選んではいけないか。柔らかすぎると下に沈んでですね、一つの場所に負担がかかりやすくなります。そうすることによって腰痛や疲労を和らげるために使っているものが、実は寝ていることによって腰痛を出してしまうとか、そういうものになったりとか、疲労が取れにくくなったりするわけですね。ですから多少硬いぐらいの方がいいです。できればやっぱお布団がいいんじゃないかなと私は思います。ね、今いろいろとそういうの出てるんでね、いろいろそういう情報もありますけども、あまり硬すぎないのを選ぶといいです。また当院でもですね、患者様へのマットレス、すごくいいやつを取り扱っているので、もしご興味ある方は私の方にご連絡ください。また原因不明の症状、もしくは病院で自律神経の不調との乱れと言われた、そういう症状でお困りの方、下の説明の部分にある当院の URL をクリックして、当院のページをご覧になってみてください。必ずあなたの力になれるでしょう。よろしくお願いします。